ありがとうございます。どれぐらいつけるんですか？これね、今日で3日目ぐらい。あ、3日目、うん、キロはだいたい1日2キロから3キロ。この仕込みのソースっていうのはが、その30種類ぐらいのスパイスとハーブで、これを売ってるのがあの、この間です。あ、ですよね、そうそうそう、ですよね。すぐなくなっちゃうよ。そうそう、すぐなくなっちゃうやつ、うん、ありがとうございます、はい。大体お店って何時ぐらいに来るんですか？ちゃんとしてるときはちゃんとしてるときは昼ぐらいに入る。先週末から仕込みをずっとしてるから、今日は割と緩い感じで、そうそうそう、4時ぐらいに来る。あ、4時ぐらいです。ですね、ね、間違いない。
味がしっかりしてて美味しいですね、うん、日本にはないようなないようなですね。なんかやっぱ 芋を混ぜてんで、なんかちょっと南米の食べるやつに似てますね。ちょうど味が的に、僕が食べた感想的には一回ハマってしまったら抜け出せないですね。急にでしたけど、ありがとうございました。ありがとうございます。休みの日がいつでしたっけ？日曜日。あ、日曜日。で、次回は空いてます。空いてて、オープンが18時から2時。2時。まあ、この2時っていうのも、その時の、あれですよね。気分かな。ああ、2時より前に閉めることはないと思う。その時の。一番遅かったのって何時ぐらいですか？朝の8時。いや、まじで。眠たかったら僕帰りたいから。帰るよって。あ、なるほど、優しく。わかりました。じゃあまた寄りますんで、はい、ありがとうございました。チャンネルがいいと思いましたとか。